久保さん。まあ、フォーカス、どこにフォーカスするかじゃないですかね。まあ僕、あの、一眼レフを何年前以下に買って、まあいっぱいいろんなレンズを買って、まあレンズ今合計で7本ぐらいあるんですけど、まあね、オートフォーカスみたいなカメラの機能はあって、マニュアルだと自分でフォーカス合っててピント合わせないといけないんですけど、 会社の人間関係っていうところにフォーカスしてるんだったら、フォーカスが、あの、なんだ人間関係がどのコーナーってなるだろうし、売上にフォーカスしてるんだったら人間関係関係ないし、やっぱね、人生のフォーカス、人生のフォーカスにしましょうか。人生のフォーカス、うん人生のフォーカスですかね。だか人って、 そのフォーカスを当ててるピントを当ててるうとこを中心にして考えてしまうのでうんだから人間関係にフォーカスを当ててピントを当ててるピントをこうは照準を合わせるんだったらまあそうなるんでしょうねうんだからそのね部長が帰れないから僕たちが帰れないんですよっていう言われましたけど まあそのセリフを吐いた従業員は自分が早く帰れるか帰れないっていうところにフォーカスを当てていてで僕は会社の売り上げっていうところにフォーカスを当てていてその違いですよねうん会社の売り上げ上がってないんだったら帰れねえよっていうところで僕はフォーカスを当ててるので <laughs> でも従業員は自分が早く帰れるか帰れないか定時に上がれるか上がれないか プライベート時間が確保できるかできないかっていうところにフォーカスを当てていてだそこのフォーカスが当ててる場所が違うのでまあ、考えてるところは全く違いますよねだからそれはねすり合わないんですよねすり合わないっす <laughs> これをねだから僕もすり合わせようと頑張ったんですけどすり合わないですね、うん、だってうつそのフォーカスをして ピントがしあった時の,その景色っていうのがち見てるところが違うので自分が見てる景色がこうだよって言っても相手はそっちのフォーカスしてそっちにピント合わせてるので景色が違うんですよねだから合わせようはないですよねうんでそのフォーカス自身を変えるっていうのはこれね他人がどうのこうの言ってあんまり変えられるもんじゃないですよね もちろんその変えられる人もいますけどねでもなかなかねその、無理っすねうん例えばネットワークビジネスが怪しいと思っているネットワーク怪しいと思っているそこのフォーカスしてる人に対していやネッ,トネットワークビジネスってこうだよこうだよって言ってもまあ何のなんだ平行線のままというかうん ねえまあ僕はネットビジネスいいよいいよって言ってるんだけども、あのー、そこに全くフォーカスを当てようとしないんであるならばまあ、ずっと平行線というかネットビジネス怪しい稼げる人は一部の人だどうせ無理だっていうねだどうせ無理っていう俺俺には稼げないっていうところにフォーカスを当ててるんだったら、まあ、無理ですし。<laughs> うん やっぱね、まあ、フォーカスですね。まあ、僕も、ね、20年も、18年、20年前ですけども、IT バブルがこう来てね、堀江さんがこう、IT みたいなね、ライブドアブログで1000万稼ぐみたいな雑誌も出たりとかして、なんかね、インターネットこれからだっていうところで、まあ、僕はインターネットに希望を見いだしましたけどね、これからはネットだって僕も思いましたし、 なんか手に職をつけるんだったら、まあ、絶対ネットで何かやるっていうところにフォーカスを当てたんだけどもそうじゃない人はやらなかっただろうし Windows98 が出てた時にすごい Windows98 だーっつってねフォーカスを当てた人は朝から秋場に並んだらだったろうし <laughs>、うん まあ人生っつうのはフォーカスですね。どこにフォーカスされて,てるのかによってまあ変わってしまうかなっていうところですね。いってらっしゃい。